The only good is knowledge. The only evil is ignorance. 知識はね、唯一の善なんだよ。そしてね、無知はね、唯一の悪なんだよ。ヘロドトス、ヒロシ・ハヤシ、浜松市ジャパン。Thank you.
Japanese archaeologists claim that Japanese ancient music was first imported into Japan from China. However, artificially, it differs from the music of the corresponding Chinese form, Yayoi,
which is a term reserved for ceremonial music. One of them, they claim, is Gagaku, classical music at Imperial Court in Kyoto. 日本の考古学の先生たちはこう主張しています。日本の古代の音楽はアジア大陸の諸国からもたらされたものであると。例えば、雅楽についても、アジア大陸の諸国からもたらされた音楽や舞に、上代以前から伝わる音楽や舞が融合し、日本化した芸術であると。そして、10世紀中頃までに大まかな形態が成立し、今日まで伝承されていると。つまり、この日本には何もなかったという先入観がその前提になっているようです。が、本当にそうでしょうか？あとは何でもかんでも、トライ、トライ、トライ文化と。こうした発想そのものが私はおかしいと言っているのです。現に今、この世界で1900年前の音楽を今に伝えているのは、この日本を置いて他にないのです。この日本を置いて他にないのです。肝心の中国にもアジアにもないのです。琉球音楽が日本へやってきたと主張する人もいますが、沖縄音階と日本の古代音階であるヨナ抜き音階とは明らかに違います。日本のヨナ抜き音階は世界でも類のない音階なのです。しかもそのヨナ抜き音階は現在私たちが知っている西洋音階の基本となった可能性があるのです。4番目と7番目の音、つまりファとシを抜いてヨナ抜きになったのではなく、実はその逆。私はあくまでも今の段階では仮説ですが、ド、レ、ミ、ソ、ラの5音に、つまりヨナ抜き音階と言われているものの5の5音に、その後半音階のファとシを加えて、現在の西洋音階の7音になったのではないかと。もっとも今のところそれ以上の証拠はありませんが、私、林博士はそのように考えています。広し林、浜松セティ、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。雅楽です。雅楽そのものはですね、卑弥呼の時代にあったとは、これは断言できませんけれども、その基本となった、いわゆる日本音階、ヨナ抜き音階ですね、別名、天八逆六法とも言いますけど、それはあったと考えられます。1900年の歴史があったと考えられています。まあ、卑弥呼の時代にすでにあったということですね。で、その後ですね、大陸、あるいは朝鮮半島から、東楽、あるいは駒楽が日本へ入ってきて、日本の古来の音楽と融合したということは、これはあり得ると思います。現代の日本でも、まあ、そういうことが日常的に起きてますよね。で、古代の、まあ、日本のですね、まあ、音楽について考えてみたいと思います。で、日本があります。そして、まあ、ここにですね、国ぶりの歌舞という、まあ、日本の古典音楽があったわけです。そこへ、大陸から東楽、あるいは朝鮮半島から古満楽というのが渡ってきたということになるわけです。で、日本音階というのがもともとはあったということですね。そして、そういう流れの中から、日本独自の楽器も生まれていったということになります。では、ヨナ抜き音階について説明します。まあ、簡単に言えばですね、4番目の音と7番目の音が抜けているから、ヨナ抜き音階と言います。で、日本固有の音階、すなわち五音音階が生まれたというわけです。で、4番目のファと7番目のシがない。で、ドレミソーラとなるわけです。で、まあ、
日本のヨナ抜き音階が生まれた。このヨナ抜きという言い方がそもそもおかしいわけですよね。まあ、もともとは、いわゆる、まあ、7音からなる音階があって、それから2音抜いたというふうに考えられているわけです。で、破音階のファとシを抜いたと。で、ヨナ抜きとなったというわけですね。それが日本の、まあ、固有のですね、日本特有の、いわゆる、まあ、古典音楽の基本の、基本的な音階となったというわけです。ですから、ドレミソラドと、そのように、まあ、なったというわけですね。ですから、4番目と7番目が抜けたので、ヨナ抜き音階と言います。で、他の音階と比べてみます。まあ、ヨナ抜き音階がですね、琉球音階とも言われてますけども、沖縄音階とも違うということです。で、そのヨナ抜き音階で作られている代表的な曲が、木曽節です。どうかお聴きください。へーぼーまーまー結論ということになります。日本には日本特有の日本古来の1900年の歴史を持つ、ヨナ抜き音階というのがありました。別名、電波地逆六法という音階があったわけですね。そしてそれが現在の今に伝わっているということになります。言い換えますとですね、ヨナ抜きという言い方ではなくて、ファとシュの音を抜いたからヨナ抜きというのではなくて、もともと五音であった。まあ、音階にですね、ファとシを足して七音になったとも考えられなくもないわけです。そしてそれが現在、西洋音楽の基本となったと考えられなくもないということになります。というのもですね、まあ多分日本音階の基本はですね、あるとしたら残っているのはエジプト音階ということになりますけども、エジプトには今何も残っていません。ですからまあ、現在のところですね、日本音階が一番古くて世界の音階の基本になっているということですね。ですから、ヨナ抜き音階ではなくて、むしろ西洋音階の方がですね、日本足し音階ということになるのではないでしょうか。というのが、まあ、私の今のところの仮説ということになります。まあ、これから先ね、それについてはもっと詳しく調べてみたいと思いますが、そのヒントを握っているのが、言うまでもなく、ピ
タゴラス音階です。それについての動画をこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。つまり、音楽の世界においても、日本は世界をリードしていたということになります。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the Pythagorean theory of music chord. It is said that Pythagoras first discovered that the first and fourth strings, when sounded together, produce the harmonic interval of octave, for doubling the weight had the same effect as halving the string. Then Pythagoras created Pythagorean theory of music chord after that. After approximately 2000 years later, Raffaello painted Scuola di Atene, or the School of Athens, on the walls of the stanza. There, in the painting, many philosophers are identified, and among them we can see Pythagoras with a board. Today's story is about the mystery of the board. 今日の謎はピタゴラス音階についてです。ピタゴラスというのは紀元前570年に生まれたギリシャを代表する哲学者かつ数学者ということになります。そのピタゴラスがピタゴラス音階を発見しました。1オクターブの発見がピタゴラス音階の発見へつながったと言われています。が、それから約2000年後、ピタゴラスをラファエロが絵画にして書き残しています。スタンザの壁画として書かれたアテネの学堂という絵画の中でです。その左下の方に書かれているのがピタゴラスです。その横には一枚のボードがあり、ピタゴラスはピタゴラス音階についての説明をしていると考えられています。で、私はそのボードに書かれた謎の説明について謎解きに挑戦していました。謎解きにはかなりの時間がかかりました。が、これはその少し後に分かったことですが、すでにその謎を解いていた人が別にいることが分かりました。論文としてすでに発表されていたのです。が、これで謎が終わったわけではありません。アテネの学堂は、先にも言いましたように、ラファエロがルネサンスの時代に書いたものです。ピタゴラスの時代から見ても2000年後です。その2000年後に、ラファエロはどうやって、またどうして、ピタゴラスのピタゴラス音階のことを知ったというのか、という謎です。同じくアテネの学堂には、当時まだ発見されたばかりの地球儀や天球儀も書かれています。ラファエロは博学であったといえばそれまでですが、当時の教育制度を思いやっても、またラファエロの経歴を調べてみても、それにふさわしい学んだ歴史が浮かび上がってきません。謎が謎を呼びます。ともあれ今日はもう一度ラファエロの書いたアテネの学堂とその中に描かれているピタゴラス音階について書かれた冒頭について考えてみます。少し古い動画で分かりにくい点があるかもしれませんが、その動画をこの後につなげておきます。どうかご覧になってください。Bye for now. Hello, this is Makote and Hiroshi Hayashi, Japan. Mystery of School Athens. Pythagoras' Music Chord. 皆さん、こんにちは。Makote さん、お元気になられまして、本当に嬉しく思っています。早速情報をいただきました。このビデオは938はですね、9326に続くものです。926を先に見ていただくと内容をよりよく理解していただけます。926をご覧になった方はこれをご覧ください。なお926は3分49秒後から始まります。で、それを見た後、またここに戻ってくださいますと内容をより深く理解していただけます。これがラファエルの書いたアテネの学堂ですね。ここにいるのがピタゴラスですね。間違いありません。いろいろ議論ありますけど、ピタゴラスです。このピタゴラスがですね、ちょっとこう妙な石板を持ってるわけです。この図なんですね。この図は何かということなんです。それでマコテさんがですね、情報を集めてくださいました。そして、まあこうした、この図をですね、正確に、まあ模写した図といいますか、ごめんなさい。送ってくださいました。マコテさんが、この図ですね。で、私が知る限りこの図が何であるかということは誰も知りません。また解読した人はいません。
わかりません。それは調べてみないとわかりませんけど、今のところ今いないと思います。が、しかし、このビデオを見てくだされば、これが何であるか、皆さんは理解していただけると思います。私はここの4つの数字に着目しました。6、8、9、12と並んでますね。もうこれで謎が解けました。6と12はちょうど倍数ですね。ここにヒントがあるわけです。つまり、これは音の周波数を示しているわけですね。6Hz 対 8Hz は3対4。すなわち、4度の関係ですね。音楽で言うと。そしてここは 9Hz 対 12Hz。これも3対4で4度の関係です。さあ、次を見てみましょう。ここは 6Hz 対 9Hz は日に直しますと2対3で、これは5度の関係です。ピタゴラスは5度、5度、5度、そして戻ってというふうにして音階を作っていきました。ここも 8Hz 対 12Hz ですから、2対3の関係になりますね。読んで割ってください。このように、これも5度の関係なんです。これは音の周波数の、まあ、関係を示すと同時に、これはですね、まさに、ピタゴラス純正調のですね、音階を示している。実際の音で聞いていただきます。これで証明できましたね。これはまさしく音階、いわゆる純正音階を作るときの、まあ、発見しかできませんけどもね、ピタゴラスの場合は、12弦じゃなくて8弦で5弦がまあ無駄になるわけですけども、黒い鍵盤がね、まあ、純正音階を作ったという、これが証拠になるわけです。すなわち、先ほどのアテネの学堂に、座っているのはピタゴラス。そしてこれはまさに純正を、音階を作っているピタゴラスの、説明図ということになります。続くビデオをご覧ください。Thank you. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Keimiya, Japan. Mystery of Raffaello Santis. Why could Raffaello paint it? Scholar de Athena. アテナの学堂の謎。ラファエロはなぜその絵を描くことができたか。まあ、今日は音楽の勉強を最初にしましょう。ちょっと難しい話ですけども、ラファエロの謎を解くには大変重要な話ですので、どうかお聞きください。なお、このビデオを作ってる最中に、ケイミヤさんから、この謎は解けたというような話が、メールが掲示板にありましたので、私とケイミヤさんはこの謎を同時に解きました。ですから、ケミヤさんと共同発表ということにさせていただきます。これが、ピタゴラスが、持っている、てか、そばにある石板なんですね。で、これは何かということなんですけども、私が知る限り、今までこの謎を解いた人はいません。で、これは何かということです。これは、波形ですよね。少しは、まあ、本当に難しい話ですけども、これは、皆さんの音楽の、なんて言いますか、勉強にもなると思いますから、ぜひ最初に聞いてください。これは、サウンドウェーブですね。周波数を表す波形です。で、これを 1000Hz と 2000Hz、端とか、端までを 2000Hz にします。なんでもいいんですよ。500から500と1000でも、2000と4000でもいいんですけども、ともかくも、例えば 1000Hz と 2000Hz にします。この間を1オクターブと言いますね。ちょうど倍数ですね。波形の関係をオクターブと言います。で、この、3分の2と、それから、3分の2までと、それから3分の1と、それから 2000Hz までの間を、間を取ります。そうすると、ここで、この 1000Hz かと 2000Hz の音を分割することができるんですね。で、今見ましたように、この間を1オクターブとします。そして真ん中が 1500Hz となります。中央が 1500Hz。これ、3000を2で割って1500にしたんですよ。そして、1000対 1500Hz の関係は2対3、すなわち完全5度の関係なんですね。これはピタゴラスの石板には書いてありません。
それから今度は 1500Hz 対 2000Hz は3対4、周波数の関係ですよ。周波数の比率で3対4になります。これは完全予度の関係です。まあ音楽、勉強なさってる方は皆さんご存知かと思いますけども。それから、今度は、1500と2000で3対4で完全4度の関係です。ヘルツ数で分けますね。周波数で。そして、1000Hz 対 1250Hz。これは、5000Hz を2で割って、さらに2で割って、オクターブで割って4対5にしたんですよ。これを超3度の和音と言います。超3度の関係ですね。そして、線体。ここから鉛筆のからの下の部分は、ピタゴラスには書いてありませんので、私の方で補っておきます。線体、1250対1500は4対5対6で、超酸和音の関係です。そして、1250対1500は5対6で、炭酸和音の関係ですね。このように、この、図はですね、まさに純正和音。本当に等分した場合にはね、ピタゴラスコンマといって音にズレが出てくるんですね。ですから平均して、同じようにズレをね、分散したのを平均率と言いますけども、ピタゴラスの場合は純正和音を作ったわけですね。そして、これが、ピタゴラスの、まあ、純正和音を表す波形であると。問題はなぜこの、ラファエルがですね、1500年代にですね、音が、音波であることを、波形で表せることを知っていたかなんです。ね。ということで続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Mystery of Raffaello. Raffaello の謎。Raffaello も明らかにエイリアンに助けられていました。で、そのRaffaelloの謎を解く前に皆さんにラファエロが描いた一枚の絵を見ていただきたいと思います。アテネの学童という、まあ、彼の代表作であります。ラファエロは1483年に生まれ、1520年に亡くなっています。このアテネの学童はですね、彼が27歳の時に描いたものです。27歳です。ここにいるのはピタゴラスです。いろいろな説がありますが、彼はピタゴラスです。断言いたします。その理由はですね、彼のこの男性の右下にある、まあ、石板ですかね、チョークで書かれたこの板なんです。ここを見てください。棒が1本、2本、3本、4本並んでますね。これは和音なんです。それを皆さんに説明いたします。例えばですね、1、これを 1000Hz とします。2を 2000Hz、3を 3000Hz、4を 4000Hz、5本はありませんけども、5を 5000Hz とします。周波数ですね。そして 1Hz から 1000Hz から 2000Hz までは、これ1オクターブなんです。そして 3000Hz になりますね。それを2で割って1オクターブ下げます。そうしますと 1500Hz になります。そして今度は同じようにですね。4000Hz を2で割ると 2000Hz になって1オクターブになりますが、5000Hz を2で割ると 2500Hz になります。さらに2で割ると 1250Hz になるわけです。こうしてオクターブを割ることによって音階を作っていくわけですね。純正音階です。そして並べてみますと、順番に見てみましょうね。上から、まあ、1000Hz、2000Hz って、まあ、番号を振りましたので、番号でこれから言います。1番の周波数と2番の周波数の比率は1対2で、これ1オクターブの関係です。1番と3番は 1000Hz と 1500Hz の関係ですから、2対3ですから完全5度。3番と2番は3対4で完全4度の関係ですね。で、1対5はですね、4対5で超酸温度です。超酸度ですね。超酸度の和音です。そして1対5対3はですね、4対5対6になりますから、超酸和音ということになるわけです。和音ですね。そしてから 5番目と6番目は5対6の比率になりますから、炭酸和音になるわけです。まさにこれは和音の研究をしているわけです。ピタゴラス音階と言われている純正音階の研究をしている。ですからこの男性は、ピタゴラスであります。問題はですね、なぜラファエロがこの絵を描けたかということなんです。ピタゴラスが発見したからピタゴラス音階って言うんですけども、じゃあなぜそのことをラファエロが知っていたかということなんです。若干27歳の画家ですよ。そんな画家がですね、当時は今のようにね、勉強っていうか学問の制度もなかったであろうし、ラファエロが
どこかで音楽の勉強したってことも考えられませんが、この図を見るとわかりますね。ダヴィンチとラファエロは非常に深い関係にありました。ラファエロはフィレンツェ行くとまず最初に会ったのがダヴィンチだったわけです。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about harmony in masks or masks in harmony. Whichever it is, all you have to do is just to listen to the music in masks. You can hear beautiful harmony in masks. あなたはモスクのハーモニー、あるいはハーモニーに包まれたモスクを聞いたことがありますか？どちらであるにせよ、あなたはただ耳を傾けるだけで良いのです。あなたはモスクに美しいハーモニーが流れているのを聞くことができます。モスクの天井画にはその美しいハーモニーが満ち溢れています。それをこの動画の中で説明します。今ご覧いただいているのは和音と形の関係です。例えば、1オクターブの周波数の比は1対2ですね。それを整数倍、つまり60倍しますと、60対120になります。60対120です。その比はちょうど正三角形と正六角形の内角比になります。正六角形の中には正三角形が6個できます。2つの形がきれいに調和します。同じように、完全4度和音の周波数の比は3対4です。それを整数倍しますと90対120になります。その比はちょうど正四角形と正六角形の内角比になります。また、超3度和音の周波数の比は4対5ですね。それを整数倍しますと108対135になります。その比はちょうど正五角形と正八角形の内角比になります。つまり、和音は正多角形で表現できるということです。これは私、林博が発見したことです。続くビデオの中でそれを詳しく説明しますが、こうした正多角形が私はイスラム教のモスクの天井画の中に組み込まれていると判断しています。つまり、モスクの天井画はこうした和音を絵画として表現したものではないかと。まさに神々の絵画、神々のハーモニーということになります。今ご覧いただいているのが超三度和音の表です。周波数比は4対5、それを整数倍しますと108対135になります。正五角形の内角が108度、正八角形の内角が135度です。で、正五角形と正八角形を組み合わせてみます。まあ、いろいろな形が考えられますけれども、例えば、こうしてくっつけてみますと、まあ、こういう形ができるということですね。これはあくまでも例です。いろいろなバリエーションが考えられます。そして、こうした形がですね、モスクの中に組み込まれているのではないかとですね。で、それをこれから考えていますが、今これが、超3度和音ですね。そして、これが、完全4度ですね。そして、最初に言いました1オクターブの形です。このように、和音と形。形と和音は密接に関係しているということです。そして、こうした形がですね、モスクの中に組み込まれているのではないかということですね。しかし、モスクの形はそれ以上に複雑でして、もっとなっていますが、まあ、ミュージカルなものではないかと思っています。和音だけではなくてね。で、こうした形が組み込まれています。モスクの天井画です。あるいは天井画の基本形です。まあ、注意深くご覧ください。いろいろな正多角形、形がですね、繰り返し繰り返し、まあ、組み合わせられています。で、こうして見ていくとですね、例えば、このモスクの天井画の中にはですね、中心に、まあ、六角形があるということですね。そして、その周囲に、まあ、正四角形があるということですね。これは、まあ、完全4度の和音に一致すると。まあ、そういうことですね。
あるいはこの形、モスクのまあ基本形ですけども、見ていただいたんですけども、中心に八角形があります。そして四方に五角形がつながっています。八角形と五角形ですね。まあ、星は五角形と見ます。そうしますと、これが長三度和音に等しいと。まあ、和音とこうして形が組み合わせられ、そしてそれがですね、モスクの天井画にそれが表現されているということです。まだこれからさらに謎を解いてみたいと思いますが、続くビデオの中でその和音と形の関係を説明します。不思議な不思議な関係です。どうかご覧になってください。Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. God's Harmony. 神々のハーモニー。847号を、再編集してみました。Hello, this is Hiroshi Hayashi and Mireliu Japan, Mystery of Harmony, 謎のハーモニー。一週間ほど前、Mireliuさんがですね、一枚の写真を送ってくださいました。それには形と言葉が並んでいました。その形と言葉について今日は林博士の理論を解説いたします。右上がその写真です。で、その中にはですね、アリストテレスとピタゴラスの言葉が並んでいます。実に不可解なと言いますか、意味不明な言葉です。世界は音階と数字で成り立っている。アリストテレス。数は世界万物の根源であり、数字の一つは、にはそれぞれの意味がある。ピタゴラス。今日はその意味を解説してみます。まあ、これがミリリュウさんが送ってくださった、まあ、写真ですよね。そして、この線、形にはそれぞれの意味があるというわけです。まあ、それについて、議論はさておきと言いますか、まあ、この本を多分ですね、お書きになった先生の解釈だと思います。まあ、では私の、まあ、解釈というか、私の説明をいたします。このビデオを見てくだされば、アリストテレス、ピタゴラスの言った意味が分かっていただけると思います。なお、このビデオは2014年の今年のですね、5月にすでに発表したものです。どうかお楽しみください。Thank you very much for watching and bye for now. This is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri Japan, Mystery of Frequency. Pythagoras knew this fact?謎の周波数。ピタゴラスはそれを知っていたか。アメリカ在住のドラゴンフライさんという方がですね、この自然界のものと、それから周波数ですね、音の周波数とは密接に結びついているという話をいただきました。それで私は私なりに調べてみました。で、まず最初にですね、この形と周波数の関係を調べてみました。三角形は内角が120度ですね。正方形は90度です。というように、ここに数字が出てきます。この数字に今日は着目してみました。で、何かの関連性があるのかなということで調べてみましたら、大変な事実が分かりましたので報告します。和音という言葉がありますね。ちょうど周波数ある一定の周波数が合いますと大変心地よいと言いますか、気持ちの良い、和音を響かせます。で、完全4度は3対4、周波数の比はですよ、というように決まってるわけですね。そこで1オクターブは1対2、これは分かってますね。1オクターブは1対2、周波数の比は1対2ということになるわけです。そしてそれをですね、先ほどの、倍数にかけまして60、120になりますと、これは六角形、三角形の関係になるわけですね。正三角形と正六角形ですよ。で、完全4度は、周波数の比は3対4なんですね。これは今まで分かっております。それをまあ倍数にしますと90、
120になりまして、これは四角形、六角形の内角、正四角形、正六角形の内角になるわけです。超三度は4対5の周波数比になっています。ですから、それを倍数しますと108対135になりまして、これは正五角形、正八角形の内角の角度に一致するんですね、皆さん。それから単三度は5対6の周波数比率になっています。そこで、倍開始しまして90対108になりまして、これが正四角形と正五角形の、内角の角度に一致するわけです。さらに超三度和音は4対5対6っていうふうになっていますので、それを倍数をかけましてですね、正五角形、正八角形、正二十角形の角度と、これまた一致するわけなんですね。で、これは果たして、どういうふうに理解したらいいかということなんですね。単三和音はこういう比率で倍数にするとこうなって、正四角形、正五角形、正八角形になります。実際の音で聞いていただきます。以上が事実ですが、ピタゴラスはこのことを知っていたのでしょうか。つまり私が今ここで皆さんにお見せしたことを知っていたのでしょうか。彼は同時に数学者でもありました。ですから私は彼は知っていたと思います。その記録はありません。ピタゴラス音階ってのあるわけですね。オクターブは周波数の比率が1対2。これはもうご存知の通りです。で、完全誤度は2対3というふうに彼は発見したわけですね。で、それを5度重ねて7音階になる、それを11回積み重ねて12音階になる半音階を作ったと。それがピタゴラス音階なんですね。で、結論を言いますとですね、正多角形の内角の角度の周波数が組み合わさった時だけに音には美しいハーモニーが生まれるということなんです。それを発見したのは私ですけども、じゃあ実際にピタゴラスがそれをしていたかどうかということについては分かりません。ただこれと同じと言います。この謎がですね、実はイスラム教のモスクに私は感ずるんですね。一見この、てかほとんどのモスクの模様はですね、なんて言いますか、装飾用に書かれているわけですよね。装飾的に、それを数学を利用したかどうかは別にしまして、幾何学的に書かれているわけですけども、中にはですね、そうではないと思われるものもあるわけですね。この続くビデオにもう一つビデオをくっつけておきますけども、例えばいろんな多角形を組み合わせて作った模様もあるわけです。で、そういうのを私は見るたびにですね、見るたびに何か意味があるんじゃないか。ということを考えたわけですけども、その一つの手がかりがですね、いわゆる多角形、いわゆる正多角形を組み合わせることによって、実はもちろんいろんな意味があるでしょうけども、音を表している。もっと言いますと調和、もっと言いますとハーモニーをこうしたモスクの天井画が表しているんじゃないかと思います。そう思うその理由が次のビデオです。どうかご覧ください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye.